こんにちは、タネチャンネルです、今日はですね、特別ゲストに、サナエさんをお呼びいたしまして、特別企画、サナエさんにラジオを作ってもらおうという企画です。イエーイ、パチ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 。はい、ご用意いたしましたのがね、これがラジオのキットになります。アリエクスプレスで買ってきました。お値段なんと708円。どうですか、安いですか？安いですね、うん、しかも2個、2個で780円。そういうキットを買ってきましたんでね、それをね使ってやっていきたいと思います。じゃあね、まずね、初めてのハンダゴテということですんでね、この道具の説明からいきたいなと思っております。どっからいこうかな。まずこれね、これハズキルーペ拡大鏡です。あの、手元がよく見えにくい時にね、これ使っていただくとよろしいかと思います。そしてこれがハンダですね。これがハンダゴテで溶かして、接着していくというものになります。で、これがハンダゴテね、ハンダゴテ、ここやって握らないようにね、やってね、危ないからね。それでこれはあの植木鉢だけれども、ハンダのコテ置きに持ってきました。はい、それで、これがね、初めてなんでね、いきなりラジオ作っちゃうとちょっと難しいかなと思ったんでね、練習用に持ってきました。これ練習用の基板です。それでこれ練習用の抵抗、もう100本100円で売ってるやつ買ってきたんでね、いくら使っても大丈夫なんで、いっぱい失敗してください。それで、虫眼鏡、それからマスキングテープはね、部品を固定するのに使います。一時的にね、部品を固定してハンダ付けするとかっていう時によく使いますね。それからこれはね、フラックスと呼ばれる液体なんだけれども、ハンダの乗りを良くするためのものです。これがないとね、ハンダがうまく乗らない時があるんですよ。ハンダは表面張力が非常に高いんでね、こうくっつけようとしてもこっちの基板に乗らなくて、ハンダの小手先にくっついてこっちに乗っちゃうことがあるのね。で、フラックス使ってあげるとこっちに馴染んでくれるのよ、うんうん、なんでそういう時に、うまく乗らない時にこのフラックスというのを使います。それからこれがね、ラジオペンチ、まあこれは説明しなくても分かるね。それからこれがワイヤーストリッパーつって、こういうケーブル類ですね。ケーブル類の、上のゴムの部分を向いて中の線をむき出しにするときに使います。それからピンセットですね。ピンセット2種類用意しておきました。部品がつかみやすいやつと先がとんがったやつね。それからドライバー類ですね。それからこれはね、チップリフレクサーっていうんだけれども、チップリフレクサーか。これはね、ハンダがね、時々酸化して黒くなっちゃう時があるのね、先っぽが。そうするとハンダが乗らなくなっちゃうし、溶けなくなっちゃうと。そういった時にこの小手先をね、この溶液つけてあげることで復活させることができるというものです。そしてこれがニッパーですね。ニッパーはね、こういった部品の足を切ってあげるのに使います。うん、そしてこれが小手先のクリーナーです。ハンダが小手先にいっぱい乗ってね、小手先が汚くなった時にそこにそうつついてあげて、そうそんな感じでつついてあげると小手先きれいになります。そしてここ2台持ってきたけれども、どっちも同じものです。マルチメーターって呼ばれる機械です。抵抗の値測ったり電圧測ったりするのにね、使います。マルチメーターとか、あとはね、テスターとかっていう言い方をするときもあるね。はい、ということで、部品の説明は以上なんで、じゃあね、このハンダゴテをね、最初にやっとけばよかったね。これ温めなきゃいけないんだ。それコンセント電気入れてみてください。はい、ありがとうございます。それは、そうですね、オンにして、温まるのにね、10分ぐらいかかる。あ、そうなんですか。最初にやっとけばよかったね。失礼しました。じゃあ温まるのちょっと待ってましょう。はい、ハンダが温まったのでね、
まずはね、ハンダーのコテの練習をしてみたいと思います。そしたらね、ここにね抵抗があります。抵抗って言ってね、これ電気の流れをね、悪くする、電流が流れにくくするための素子です。まあこれ実験なんで、抵抗を何本か持ってきましたけれども、これをね、ここにくっつけるということをやってみたいと思います。どうするかというと、これ折るんですよ。こうやってペッペッ、こうやってね、こういう形に折ってあげます。はい、うん、そして折ったらこれ裏から通してあげる。裏から通す、うん、裏からどこでもいいんですか？どこでもいいです。好きなところに通してあげてください。ちょっと、うん、そうこれ下までギュッとしてあげるのね、はい、それでこの状態だとこうひっくり返すと、うまくいかないとこう落っこっちゃう時あるじゃない、はい、だからギュッと落ちたらこれをね、ちょっとだけこうやって広げてあげるのよ。そうするとこれでもう落ちないでしょ、はい、こんな感じで広げてあげると、はい、でこの状態でハンダ付けしていきます、はい、じゃあ最初1回目は俺がちょっとやってみようかね。そうですね、2本でやっていきますよ。これを持ってまずここに先っぽ、こうやって温めます。何秒間か。それでハンダをこうピュッと乗っけてあげると、そうするとハンダが溶けて下に落っこってくると。あ、ちょっと失敗したね、いきなりハンダ盛りすぎたね。もう一個ね、こんな感じでちょっと温めてやって、キュッと押してあげて、ピュッと離してあげると、どうかな、できてる？できてないね。なんかできる。これでいいかな。こんな感じでできたかな。うん、こんな感じ。これ結構、適当でいいんだよ。適当でいい。わかりました。こっちはダメだけどね。こっちダメなんですか？こっちは、うん、こっちはちょっと盛りすぎだから、盛りすぎの時にはね、こうやってねひっくり返して、はいはい、コテ当ててあげてピュッてやってあげると、これ取れるから、こうやってほら綺麗になったでしょ。あ、はい、こうするといいです。はい、盛りすぎの方がダメなんですね。うん、盛りすぎない方がいい、はい、少なめで OK、はい、そしたらじゃあねやってみましょうね、はい、これを曲げて、うん、そう曲げていただいて、うん、この字にして裏から刺してあげると、そしてひっくり返して。なんかまだここは暖かくないですか？あったかいよ。だから触らないようにしてね、やけどしちゃうからね。びっくりしました。もう、うん、冷めてるかと思います。冷めない。はい、そう、はい、それでね、ここが邪魔だから、これこういう風にした方がやりやすいかなと思います。はい、それで何秒間温めればいいかっていうと、はい、ここに 1,2 温めて、ハンダを1置いて、1パッて離して、そして、もう一回1って置いてパッと離す、そんな感じ。1,2,3,4,5、うん、難しい。ね、1,2,3,4,5、こういう感じ。あ、わかりました。だから、はい、それをわかりやすくやると、凝ってハンダ凝って、こういう順番になる、はい、1,2,3、離すし、で、コテを離す。そう、上手。あ、いいんですか？うん。凝って、ハンダ、凝っての順番ね。はい、はい、言ってみて。凝って、ハンダ、凝って。はい、はい。ハンダはね、こっちの方を持つの、線の方。あ、線の方を持つ。そうするとブラブラしないから。あ、なるほど。あ、そういうことね。うん。はい、凝って、ハンダ、はい、で。ちょっと待ってください。凝って、ハンダ、凝って。そう。はい、いきますよ。凝って、ハンダ、
はんだっこって、そう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 、上手でした。ちょっと、ね、笑っちゃって震えちゃいましたよ。大事ですから、はい、このこってはんだ、はんだごってね、はい、この順番でやっていけば綺麗にはんだ付ける、はい、どんな感じでできたかちょっと見てみましょうかね。ちょっと評価を、うん、ちょっとピントが合わないけれども、はい、このスマホも老眼ですね。まあ、上手にできてるかと思います、うん、私のより綺麗にできてる。そうそうそう。そしてね、ハンダ終わったらこれでね、はい、ランドを切ってあげる。足のことランドって言うんだけれども、はい、これをね、付け根のところまでキュッと持ってってパチンとね、でそれでやるとね、飛んじゃう、はい、飛んじゃうから飛んじゃう、はい、足をピュッとこういう指先で持っとくんですよ。ああ、こういうことですか。そう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 、これでそう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 、ここを切る、そうそうそう、ここを切ってあげる、根元のところから切ってあげる。あ、切れたね。意外と簡単に切れるんです、うん、そうそうそう、切ったらここにでも入れときますか。あ、はい、後でまとめて捨てあげる。はい、もっと根元から切って、もっと、うん、ギリギリのところから、これぐらいですか、うん、そうそうそう、そのぐらいがいい。そう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 、いいね、うん、綺麗にできたりね、うん、そう、そんな感じ。じゃあ他の抵抗もちょっとハンダ付けしちゃいましょう。はい、あ、じゃあこれも全部やっていきましょう、うん、全部やって練習していきましょう。はい、慣れてくると なんつうのかな、瞑想してるような気分になってさ、頭の中真っ白になって楽しくなってくるから。集中してると、うん、だんだん集中してくるから、そうですね、このことしか最初はさ、はい、どういう順番だったかなって考えながらやるけど、だんだん頭の中考えずにさ、はい、もう無心でやっていくようになるから、 そうすると楽しくなってくる。こっち持つよね。あ、そうです、これこっち、ついこっちを持ちたくなってしまう。もう少し離して持ってもいいかもしれないな。これあんまり近いと熱くなっちゃうから。あ、ここら辺ってここを引っ張るのよ、はいはい、引っ張るとギュッと出てくるから。あ、引っ張る。そう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 、そうやって持った。あ、こういうことですよね。そう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 、それで、うん、こうやってはんだはんだ、こうって、あれ全然ついてない。あのね、はい、はんだの先にくっつけるんじゃなくて、はい、ハンダでこっちの具材を温めて、具材の方にハンダを乗っけるんですよ。そう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 、それで、そう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 、あ、そうそうそう、そんな感じできた、できた。あ、できてます、それでいい、それで、うん、表面張力でくっつける感じね、乗っけて先っぽにピッ、これどうでしょう。それちょっと足りないね。うん、これってこういう風に伸ばさないとダメなんですか。うん、伸ばしてもいいよ。伸ばしてもいいけど、うまくくっつかないと思う。もう一回盛らないと、うん。そう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 、それでうまくいった。あ、これなんかもりもりってやつじゃないですか。うん、それいいじゃない。こんな頻繁に使っていいんですか、これ。頻繁に使っていいよ、ハンダ。あ、ハンダもう一本持ってきてるから。あ、そうですか。はい。もう買ってきてるから。おお、すごい。ダイソー製品。あ、これダイソーで売ってんですか。ダイソーで売ってんで、これ1個4円なんだよ、お得でしょ。じゃあもっと高いのかと思ってました。いくら使っても大丈夫だ。あ、わかりました。で、これである程度熱が冷めてから切った方がいいですか、うん、もう切っちゃった、もう切っちゃって大丈夫。あの、先っぽの方は、はい、根元は熱いけど先っぽはそんな熱くないやつ。あ、うん、じゃあ切っちゃう、ギリギリのところで、ギリギリのところで、ちょっと見せてね。はい、どうぞ。あ、上手上手、すごく上手にできてる。あ、そうですか、うん、これなら全然問題ない。あ、うん、この調子でちょっとやってちゃう、はい、残りのやつ、はい、もう少しね、コテを当てといた方がいい。あ、話すのがちょっと早い。早い、うん、そうすると綺麗にね、ヒューってこう、あ、熱で、あの、なんつうのかな、表面張力が落ちてギュッと伸びていくから、はい、
大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫、うん、俺の目が悪かった、うん、こっち、ハンダ、ハンダ、こっち、オッケー、いいね、うん、完璧だね、最後上手できました、できました、はい、お疲れ様です。こんな感じで映るかな、ちょっとピントが合わないかもしれないけれども、綺麗にハンダ付けできました、はい、じゃあね、これで練習は OK です、はい。